つくば。つくばは、大日本帝国海軍の巡洋戦艦。建造時は、装甲巡洋艦。つくば型巡洋戦艦の一番艦である。艦名は、茨城県のつくばやに日なんで名付けられた。この名を持つ日本海軍の艦船としては、つくば艦、コルベットに続いて2隻目。戦艦に順ずる宝磁からを持つ巡洋艦として、また旅順高位戦に伴う、 戦艦二隻、初瀬、八島沈没を補うため、島井艦イコマと共に急遽計画、建造された。技術的には、巡洋戦艦の戦区とも言うべき、総甲巡洋艦である。また、旅巡航閉塞作戦における事故、吉野と春日の衝突で、吉野沈没の戦艦から昇格を廃止した。1912年。 大正元年に類別としての巡洋戦艦が新設されるまでは一等巡洋艦、装甲巡洋艦であった。戦艦、薩摩と本艦、つくばの2隻は日本が国内で初めて建造した装甲艦である。1917年、大正6年1月14日、つくばは停泊中の横須賀港で火薬庫爆発事故により沈没した。 全海軍年間は、類別変更以前の総工巡洋艦の分類を用いたが、ワシントン海軍軍縮条約において、同系艦の、イコマは、規制対象の戦艦として扱われた。一等巡洋艦、つくばは、日露戦争初期に創出した戦艦、初瀬と、八島の大艦として、日露戦争臨時軍慈悲で建造された、秋、薩摩、つくば、イコマ、倉又。 つくばは国産最初の大艦として設計され、クレコで建造された。当時の日本が建造した最大艦は、松島型防護巡洋艦強率、基準排水量約4200トンで、つくば、基準排水量約13500トンは、技術的にも大きな飛躍であった。つくば型の艦隊、機関や防御力は、走行巡洋艦であるが、手法は、 当時の主力戦艦と同じ12日砲を搭載した。日露戦争における装甲巡洋艦の運用経験から攻撃力と速力を優先したための措置である。1905年昭和38年1月14日、つくばは古豪装甲巡洋艦として呉海軍交渉で寄港された。呉海軍交渉は、つくば型2隻、つくば、生駒を同時に建造することになった。 同年6月11日、日本海軍は建造予定の主力艦艇6隻、皇后戦艦、秋、お号戦艦、薩摩、古豪装甲巡洋艦、つくば、牛号装甲巡洋艦、い駒、虎号装甲巡洋艦、倉間、第一号装甲巡洋艦、いぶきの艦名を、それぞれ内定する。つくば浸水式は同年、明治38年12月12日を予定し、 明治天皇皇太子、吉人親王、後の大正天皇が臨席することになった。皇太子、東郷平八郎大将、山品の宮菊丸郎たちは、総行巡洋艦、岩手、久武館笠木に上艦し、12月11日に、呉へ到着した。だが、浸水台の異常により、筑波の浸水式は延期される。12月26日、筑波は、 皇太子隣石及び東郷平八郎、大将立ち合いの下で浸水した。同日府で、古豪総工巡洋館は、正式に、筑波と命名される。命名書は、海軍大臣代理の呉れ鎮守府司令長官、有馬新一中将が読み上げた。同時に、筑波は伊藤巡洋館に類別された。1907年、明治40年1月14日、筑波は竣工した。同年、 1907年2月28日、第2艦隊司令長官移住委員五郎中中指式下の二隻、つくば、千歳は横浜を出発する、アメリカ植民300年祭記念館艦式、ハンプトンローズに参加し、その後ヨーロッパ各国を歴訪した。11月16日、帰国した。12月27日、明治天皇は、つくばに上艦。 同時に、千歳を新越した。1912年、大正元年8月28日、日本海軍は、官邸類別等級表を改定する。四隻、つくば、いこま、くらま、いぶきは、巡洋戦艦に類別された。1914年、大正3年3月20日、広人親王、昭和天皇、陽人親王、秩父七分宮、 信人親王高松宮は、神戸港で、戦艦、薩摩、加藤友三郎第一艦隊司令長官に、上艦する。戦道艦は、戦艦、摂津、久武,武艦は、戦艦、岩見であった。海軍兵学校のある江田島に向けて航行中の3月22日午前中、軍艦三隻、つくば、金剛、須雄は、お召し艦の仮想敵となる。 当時の筑波館長は、加藤幹事大佐だった。1915年、大正4年12月4日、横浜沖合で特別館館式が行われる。大正天皇は、横浜港において、筑波に、上官、本館は、天皇のお召し館となった。広人親王、皇太子、後の昭和天皇、秩父宮洋人親王、高松宮信人親王は、 装甲巡洋艦、常磐に乗艦して、防護巡洋艦、矢作に先導される、つくばを出迎えた。部部艦は、常磐以下三隻、矢作、満州、常磐、日本海軍艦艇、普装、摂津、河内、秋、薩摩、千熊、笠木、斗根、比叡、金剛、春菜、霧島、津島、新井高、音羽、斎場、橋立、 山和、武蔵、千葉や、佐賀、宇治等以外にも、米国市な艦隊司令長官座上の巡洋艦、サラトガ AC、ACR-2,4 代目サラトガが3でした。この後、大正天皇は、つくばより、被災艦の不相型戦艦、不相に上艦した。1916年、大正5年5月21日、皇太子、広人新王、陽人新王。 信人親王が、横須賀軍港に行刑し、修理中の巡洋戦艦、混合や建造中の服装型戦艦、山城を見学する、筑波も横須賀在泊。この時、軍港の見学移動に、筑波関西の水雷亭が使用された。10月25日、東京湾で行われた、観艦式で、筑波は、再び大正天皇のお召し艦となる。1917年 大正6年1月14日、横須賀軍港には、本艦一家日本海軍の艦艇多数、つくば、河内、一駒、春名、金郷、津軽、山城島が所在だった。午後3時15分、つくばは、全部火薬小事故により大爆発を起こして降賃した、旋海艇のため環境島一部露出。日曜日で、乗組員の半数が上陸しており、 爆発時に館内に残っていた乗組員は約340名と推定され、そのうち約半数以上が殉職した。1月16日、日本海軍は自己サモン委員会委員長加藤幹事少将,将を組織平賀譲も一員として加わっている。合同葬儀は1月21日に行われた。9月1日、つくばは 軍艦籍及び艦艇類別等級表から除籍された。バクチン時の筑波艦長有馬ま順大佐は事故から約2年後に病死した。横須賀のマーカド三海軍墓地には筑波、河内、1918年7月12日バクチンの異例碑が並んで混流されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。